ああ、お金欲しい、お金欲しい、お金欲しい。お金大好き。よーし、貯金たっぷりしよう。そのためにも、奴隷を頑張ろう。奴隷って楽しいね。お金いっぱいもらえたね。どんどん貯金しよう。いやー、二人とも、貯金するよりも、若いうちから、株をした方がいいよ。その方がいっぱいお金もらえるよ。お金大好き。お金大好き。じゃあこれで株だ。ハイリスクハイリターンの株で一気に金を増やしてやる。お金全部なくなった。お金全部なくなった。アジビジパー。やっぱり株なんかやめて、お金をコツコツ貯めていこう。そのためにも奴隷だ奴隷。奴隷楽しい。貯まったお金は貯金だ。まだまだ働くぞ。週7で奴隷だ。お金が徐々に貯まってきたぞ。どんどん働け働け。三度の飯より奴隷だ奴隷。この勢いでどんどんお金貯めてやる。気づけばおじいちゃんお金いっぱい貯まった。だけど老後資金が全然足りない。お金まだまだ欲しいけど年寄りで働けない。じゃあこれで株だ。ハイリスクハイリターンの株で一気に大逆転だ。ああお金全部なくなった。お金全部なくなった。アジピジパー。どうしたらいいんだよ。お困りのようだね、二人とも。お金全部なくなっちゃった。ちゃんと勉強しないから。若いうちに株の勉強をしておけばもう働かなくていいんだよ。そうなの、羨ましい。自分が働かなくてもお金が代わりに働いてくれるからね。どういうこと？例えば1万円で低リスクの株を買う。高リスクじゃないの？高いリスクがあるとお金がなくなる危険性が高いからね。低リスクは増えるお金の量は少ないんだけどね。増えた量はまた株に投資。そしたら徐々に徐々に増えていく。だからってこんなちょっと増えても。このちょっとを舐めてもらっちゃ困るよ。これが何十年も続けば働かなくていい金額になるんだよ。そうなのか。知らなかった。早めに株を始めとけばリスクは少なくていいんだ。だから株の勉強は大事だね。今からでもちゃんと株の勉強するよ。しっかりと勉強して将来のお金を蓄えておこう。だって世の中金だ金だ金だ。チャンネル登録よろしくお願いします。